ツイッター過去現 X で興味本位でエゴサしてそう、 e フットボールで大人買いならぬ大人課金してそう、浴衣デートしてもリフが私服できそう、ビビ。いや、慣れないですよそりゃいや、そわそわしますもん。いや、最近はそれこそもうずっと割とドラマに入りっぱなしだったので、なんかもうスウェットとかジャージとかがすごく多かったから、やっぱ久しぶりに来ましたね、こういうカチッとしたやつ。ありがとうございます。ビビ、こんにちは、萩原陸です。今日はビビさんの、高級イケメンランキング下半期の撮影です。実感はないですよ日常生活は、まあ、変わらずですし、で周りに行っていただけるとすごくあのなんか実感はしますね。なんか自分ではちょっと実感しにくいです。いや、恥ずかしいっていうか、なんかやっぱすごい、なんでしょうね、なんかまあ僕の周りの人にいる人のせいかもしれない、全部人のせいだけど、こうわらわらって反応の身内が多いので、ちょっとそんな感じです。今回はビビ国宝級イケメンランキングランクインした僕萩原陸が僕に関する偏見やイメージに対して実際に答えていく企画です。ということで早速ですが、今から答えていきたいと思います。じゃあ聞きます。りっくんはドラマ撮影でカットがかかったとすぐにフラットに戻ってそう。これは割と丸だと思います。丸ですね。あの集中力がそんなにないからずっと長い時間集中してられないんだと思います。割とでもすぐ戻ると思いますね。本番中以外は基本素だと思っていただいた方がいいかもしれないです。どんな場所でも動じなそう。半々じゃないですか、これに関しては。あのお芝居の現場は基本的に動じないと思います。でもお芝居以外の現場は基本動じてると思う。だからまあそれでもどんな場所でもっていうのは×なのかな。×ですね。だからこれも若干なんなら動じてますから、×です。とりあえず缶切りしてそう。とりあえずはしてない。とりあえずはしてない。するときはちゃんとするよっていうあれではあるので、そんなあのいきなり缶置いていきなり始まったりはしないです。ちゃんと招集します。前触れはあります。採血取りやすそうな血管してそう。あー、丸じゃないですか。わからないですけど、なんか割となんかいけそうじゃないですか。この取れそう、多分丸です。あー、確かにあんまないかもしれないです。まあ、あるがどれぐらいの頻度なのかわからないからなんとも言えないですけど、多分。ツイッター過去現 X で興味本位でエゴサしてそう。バツ。未所持。はい。TikTok あまり興味なさそう。丸。ダウンロードしたことない。
10代の頃から一筋縄ではいかない役を演じているけれど自分自身は影響されなさそう。これも割と丸じゃないですかね。まあ、さっきのあのカットかかったらすぐ戻ってそうの延長だと思うんですけど、割とすぐ戻っちゃうので、まあ、現場が大変とかありますけど、まあ、プライベートがそれでなんかこうそれに引っ張られてみたいなのはないですね。まあ、でも自分とやっぱ全然違うからなんか違うからやりやすいのかもしれないですね。なんか近い方が逆に難しいのかもしれないですね。いや、振り返ると別に近い役ってないのかなと思いますね。なんかこう必ずしも全部の役がまるまる共感できたことも別にないし、そういう意味ではなかったからこそできたのかもしれないですね。はい。シャワーは水素水を浴びるタイプそうだし、洗顔するときもモコモコに泡立てて擦らず肌に当ててるだけに徹してそう。×水素水を浴びるタイプ、水素水もう浴びたことあんのかなちょっと不明ですね。まあ、洗顔は割とちゃんとしますけど、水素水はちょっと浴びた記憶がないです。ファンと一対一で話すとき、ふふ、へえ、ありがとうございますみたいに話してそう。まあ、丸なのかな、これは。ふふ、へえ、へえ、ありがとうございます。ありがとうございますみたいなことしか言うかもしれないです。ふふ、まあ、ふふ、まあ、そう、ふふも言ってるかもしれないですね。ビビ。吉野家の牛すき鍋膳です。週2-3。ずっと試合見てますね、バスケ見て。まあ、サッカーは夏からやってるので。好きあらば見てます。あ、ゲームもやってますね。好きあらば。ビビ。いまだにダチョウ好きは健在してそう。丸。いまだにって逆にいつ亡くなったと思われてたか。いまだに、そうですね、いまだに全然現役です。ダチョウ好きじゃないですか皆さんって感じですよね。僕らみんなダチョウ大好きですもんね。首縦に振ってますね。僕のチームはみんなダチョウが大好きです。かわいい。かわいいですよね。うんってほら、自分の家族も覚えられないから、群れすれ違うだけで全然違う人と一緒に行動してたり、本当かわかんないですけど、卵も全然違う人が温めてるんじゃないかみたいな。だからまあ基本何も覚えられないみたいなので、なんかそういう一個一個すごいちょっと可愛らしく思えてきますね。いいフットボールで大人買いならぬ大人課金してそう。丸。これはもうあれですね。別に隠してはないです。はい。課金はしてます。好きなように遊びたいので、欲しい選手は取れるまで基本課金してると思います。全然余裕で、全然余裕ってか、まあ、iPhone 新品数回は基準でできるじゃないですか。はい。はい、多分。はい。浴衣デートしてもリフが私服できそう。いや、これは罰でしょ。浴衣デートって言われたらそれ浴衣着てきます。浴衣デートと言われ、私服でさすがに行かないと思います。多分、きっとおそらく。告知なし浴衣デートはちょっと私服着ていくかもしれない。浴衣デートっ
ってなればそれは浴衣着てきます。それはね、それそうです。でも僕すごい散歩が好きなので、なんか散歩好きだと嬉しいですね。なんかどこでもいいんですけど、なんかどっか遠出してもなんかその地のを散歩できたらいいなと思います。かな。実は超陽キャ、そう、超陽キャ、超陽キャってな、バツ、いや、わかんない、ま、こんな感じで超陽キャ、まあでも思ったより明るいとかはよく言われます。なんか勝手にすごく寡黙にイメージされている方は意外といるので、会ってみて意外と明るかったみたいなのを言われますけど、超陽キャ、超陽キャですか、違いますよね、いやって言われたんで、これは×です。程よく陰と陽、それなりにどちらも兼ね備えてるみたいな感じじゃないですか、中間、まあ、陽 60% 陰 40% みたいな感じかな。あ、学生時代のが陰だったと思います。今のが、まあ本当変わってた、まあ、今のがでも喋ってるかなみたいな感じですかね。まあ、割とやっぱ仕事一本だと本当日々新しい人だったりね、いろんな出会いだったり、こうやっぱ初めましてするシチュエーションはすごい学生時代より多いので、やっぱいろんな人と喋ったり、いろんな人と交流を持つことでちょっとずつ変わっていったのかなとは思います。ビビ、ビビ2月号にてイケイケな写真をたくさん撮っていただいたので、イケイケな私でしたり、YouTube ではお話してないことなどが、締めには載ってると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。バイバーイ。